ゲームウィズを丸パクリしてきました。負けたらゲームウィズのせいです。マルチミサイルぶっ放していこう。頑張ってたらどうにかなるっていうところを見せてあげたい。なん、終わった。はい、うまい、完璧です。皆さん、あってや、突っ込む、見えへんけど、え、嘘、入ってない、マジで、クソ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 。はい、こんにちは、こんばんは、こんばんはと申します。本日はこちら、バリアブルローラーということで、子供が僕と一緒のバリアブルを使ってほしいと言うてましたという声をいただいたんですけども、いや、こんなん言われたら使うしかないやんということでね、担いでまいりました。でね、ギア構成の方は、全くわからないんで、ゲームウィズを丸パクリしてきました。負けたらゲームウィズのせいです。さあ行きましょう。でね、本当にこの武器よく分かってなくて、分からんのでね、ほんまにあのスペーゾーにかまけてマルチミサイルぶっ放していこう。間合いもよく分かってないんで、まあ丸ミサをねぶっ放していきたいって言ったにもかかわらず、うまくいかんかった。倒せ倒せ、なんとか倒そう。オッケー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 、追い詰めろ追い詰めろ、よし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 、ナイスや。さあ僕はもうね、虎視眈々と丸ミサを狙っていくだけの丸ミサマシーンになるんで、よろしくお願いいたします。さあ全肛門開口発射、完璧です。絶対2キル取れる、絶対2キル取れる。え、マジで1キルか、クソ、でも1キルでも十分。オッケー、いける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 、下手クソでも頑張ればなんとかなるっていうのをね、この小学生キッズに見せてあげたい。小学生キッズって言い方よくないですね。まあ小学生の子にね、ちょっと見せてあげたい。僕は来いよ、来るなら来い、後ろ、そこだ、そこそこそこだ、よし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 、見せれてる、お兄ちゃん頑張ってるよ、僕頑張ってます。オッケー、全員のヘイトは僕が買う、来いよ、やるならやろうぜ、一緒にな、ほら、よしよし、うまいうまいうまい、潜伏もうまい、頑張れ。うー、いや、しかしこれステジャンもついてるから、前に一気に戻っていくっていうことも可能になってると、いや、ゲームウィズさすがやな。ゲームの攻略をこれ倒してあげよう、カバーして、後ろから来る、耐えろ耐えろ、絶対、うん、もう下手くそでもいい、下手くそでもいい、頑張ってるっていうところを見せてあげたい。頑張ればなんとかなるっていうところを見せてあげたい。後ろから行こう、あいつ後ろから行ったらどないかなる、オッケー、やれる、うん、あと一発、縦振り当たれ、くそ、頑張っていこう。地雷系女子も、埋めて、ここ、はいはい、何してんの、何、はあはあ、頑張ってるよ、うん、下手くそでもいい、頑張ってたらどうにかなるっていうところを見せてあげたい。なん、終わった、諦めなければどうにかなるっていうところも見せてあげたいよね、どうにかね。人生そんなに暗くないっていうところを見せたい。はい、ナイスナイスナイス、威圧した。これは僕の威嚇が相手のコントロールをちょっとぶらしたわけ。こういうね、威嚇も大事というか、威圧も大事というかね、気持ちよ、結局は気持ち大事やっていうところを見せていきたい。オッケー、大丈夫大丈夫大丈夫、耐えていこう。こっち来た時に地雷系女子を踏むような形にしていこう。見せていこう、小学生よりはさすがにうまいぞっていうところを見せたい。この前一緒にあの、ナイスナイスナイス、地雷系女子ナイス、思い出話しようと思ったらちょっと地雷系女子があまりにもナイスすぎてそれどころではないと言った。ナイスナイス、耐えの時間、オッケーオッケー、隙見て突っ込みたいよ。あれ、カバーしてあげたい、カバーし、ナイス、一人でカバーしてる、荷落ちしてる、ここにアサリがある、いけ、ガー、素晴らしい。オッケーオッケーオッケー。で、この角度から丸みさを放すことによって、相手来るやろ、来るやろ、来たところ、こう、こう来たところ、来たって。なに、オッケーオッケーオッケー、大丈夫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 、いけるいけるいける。はい、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 入ってない、入ってない。いやー、惜しかったね。味方ちょっと、ね、慌てちゃったかなって感じなんですけども、これセーフティーリードでしょ。オッケー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 。ローラーがいくら苦手でも、諦めなければどうにかなる。もうずっと言ってるけど、人生っていうのは諦めなかったらどうにかなるんですよ。はぁ、ポン、下手、うん、ポン、下手、よし、オッケーオッケーオッケー、どうにかなる。大丈夫、ほんまにほんまに諦めてない僕は。っていうか、もうセーフティーリードやけど、油断もしない、油断もダメなんで人生は。覚えとこう、小学生やったらこれからね、おそらくね、油断することもたくさんあると思う、諦めそうになることもたくさんあると思う。でも両方ダメ、油断もダメやし諦めるのもダメ、落ち着きっていうのが最も大事なんで、常にね、冷静に、俯瞰っていうと難しい言葉かもしれへんねんけど、こういうこと、うま味方、あ、僕も頑張る、うま味方、ちょっと待って、何もしてない、大丈夫、自分をね褒めていくってことも大事です。オッケー、ここ縦振り当てる、当て、当たってるけど大丈夫、当てる、当てろ、何してんの。偉そうに語ってきたけど、いないでくれ、うん、あの、僕の言ってることは全部嘘やと思っていてください。恥ずかしいです、あんなに偉そうに語っててこんな負け方してんの本当は。ここだ、うまい、いや、何してんの、落ち着け、なんか当たったような気して、なんかおる、なんかおる、なんかおる、なんとか、た、耐えろ耐えろ、な、あ、パッション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 、オッケーオッケーオッケー、落ち着こう、大丈夫、落ち着きが大事。ほら、小学生の子がね落ち着いてスプラトゥーンしてるのに、20代男性がこんなにね、パッションパッション言いながらスプラトゥーンやってたら嫌でしょ。
大人になろう。はい、っていうことで勝ててよかった。ね、小学生でも使える武器で負けるのかいと言うとまた違ってくるんでね、よかった。はい、服装紹介なんですけども、野球キッズですね。もうね、開幕戦も終わりまして、ヤクルトがね、快調に勝ち進んでいるということなんでね、もう非常に嬉しいです。はい、ということでやっていきましょう。まず待てよ、そこにおる。オッケー、まず一発。オッケー、うまい、うまくなってる。全員死んでるけど大丈夫、行かれてない。僕が止めればいいだけの話、行かないでー。ナイス外し。オッケー、運が味方してる。よしいや、このままちょっとうまくいきたいですね、いい感じにね。ちょっと待てよ、落ち着いていこう。大丈夫。小学生が見てるから、あんまり教育上よろしくない言葉とか使わんようにしていきたいなって言った感じなんですけども、どうしてもね、うるせえ奴がいる。オッケー、ざまあ見ろ。あんま言うな。小学生も見てるか。オッケー、落ち着いていこう。耐えていこう。オッケー。耐えるっていうのは、試合にじゃなくて、あんまり変な言葉は言わないように耐えていく。自分と、心との戦い、自分との戦いです。で、これね、潜伏を大事にしていきたいなと、思いますね。うん、やっぱね、前に出ていく最中にね、やられてしまうっていうのがあるんで、相手が近って、近。うん。そういうことです。はい。ありがとう、味方。よし。丸美さんもいい感じで。ちょ、うるせえな、お前。あんま言うな。あー！ぶち切れちゃった。落ち着こう。うん、ダメよ、こんな大人にならないようにしてください。落ち着こう、本当に落ち、そこや。よし、ナイス、味方ありがとう。ここ倒して、さらに突っ込むぞ。はい、うまい、完璧です。皆さん、あってや。いや、使命は全うしたでしょ。あとはちょっとうまいことね、丸美さんやな、名前忘れてました。はい、丸美さんをね、打っていけたらなと思います。オッケー、ありがとう。もうちょっとでブチ切れるところやった。落ち着いていこう。うん。オッケー。ちょっと今日なんか、あれやわ、緊張して、ふん、ダメ！緊張してうまく喋れてない。うん、緊張してうまく喋れてない。ごめんな。せっかくリクエストくれたのに、こんなんでごめん。止めろ。なんとか止めよう。オッケー。ナイス！味方に感謝して、僕も一撃。オッケー！ありがとうございます。オッケー、耐えていこう。地雷系女子もいい感じでブチ、おわっ！オッケー、なんとかなってる。パッションでいけ。うん。もう、情熱男、ナイス。何もうまくいってないけど、根性だけで。オッケー、根性が大事、結局のところ。いける、はい、よし、ローラー対決負けられへん。ナイス、うまい。で、さらにここで、全訪問解放、マルチミサイル発射。オッケー、まあ、当たらんくても、なんか待って、僕ガチ当たり持ってるから、これ、突っ込む、見えへんけど。え、嘘、入ってない、マジで、クソ。めくらまし、ナイスミサイル、ナイスでしたね。いや、ちょっとでもここ負けられないんで、しっかりと縦振り当てていく。縦、やばい、エイム終わってると思われる。落ち着こう、大丈夫、一回味方も落ち着いてほしい。僕が一番落ち着け。うん、小学生に見られてると思うとやっぱり緊張するよろ。そんなん誰だって落ち着け、大丈夫。相手ガチアサリ持ってないから。持ってるよ。あかんよ、これ多分これにかまけて、いや、突っ込んできてるけど大丈夫。全員潰す。あー、なんとか耐えたい。ここなんとか、ここ耐えたいよ。耐えて、なんとか。あと1秒、あと1秒。オッケー。ギリギリ、いい戦いになってきました皆さん。行こう、大丈夫。あ、こおるけど、一回地雷系女子、うるせえ、うるせえ。あかん。クラブラに、こう、精神をかき乱されたらダメなのよ。落ち着け。大丈夫、ここ止める。何をやってるんだ、僕。大丈夫、まだ終わってない。来るよ、突っ込んでくる。止めろ。オッケー。まだ、あと1点差。まだ1点差。引き殺すとか言ったらダメ。オッケー。一点まで取っていく、このギリギリの接戦。わかるか、熱い戦い、諦めない気持ち、やっぱこれ生きていく上で一番大事なんや。お、小学生ってのはね、まだまだね、これからね、思うことたくさんあると思う。諦めないでほしい。はい、ということで本日はね、バリアブルローラー、僕ローラー苦手ながらね、使ってきたんですけども、気持ちで頑張ったから、見てくれた、コメント待ってる、ありがとう。